マジックに関する質問ですね。はい、ではお答えしていきましょう。マジックをするとき緊張しなくなるにはどうしたらいいですか？私すごい緊張しいだからね。営業に関してはもう数千ステージと立ってきてるので、まあ、緊張がね少なくはなってきたかなと思うけど、でもやっぱりこうねがっつり照明たかれてる会場とか、あとやっぱ500人キャパとかそれぐらいの規模になるとすごいドキドキしちゃうし、あと逆に緊張してない時の方がミスしそうで怖い。やっぱり程よい緊張って大事だと思うから、緊張することは悪くないと思うけど、やっぱりあれかな、自信を持つことじゃないかな。こう自分はできるぞって、うまくいくぞって思わないとね、ドキドキしちゃうからね。でも私あれだよ、テレビとか、まあ、動画とかもそうだけど、マジックするともう揺らしてんのかなぐらい、もうすごいもうプル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 、うん、手が震えちゃうのね。怖いよね。テレビとかの怖い理由がさ、カメラが結構遠くにあってもさ、ものすごい手元映してると思ったらさ、もう緊張するよねっていう感じだよね。私は映像のお仕事がすごいね苦手なんだけれども、うん、緊張しなくなるにはね、自信を持つことだから、やっぱり場数だね。いっぱいいろんな人に見せることで成功することが自分の自信につながっていくと思うので、とにかく演じまくる、はい、それがいいと思います。あと程よい緊張はあった方がいいと思う。胸を張ってプロと名乗れるようになったのはどんな時でした？マジシャンを目指してから、なんかそのプロっていう言葉をあんまりなんか気にしたことがなくて、 SNS とかさ、まあ、プロフィールとかにさ、みんなさ、プロマジシャンの何々ですって書くじゃん。だけどなんか私はなんかあんまり気にしたことがないんだよね。なんかマジシャンですみたいな、プロなのって聞かれたら、まあ、これを仕事にしてますみたいな感じでお伝えしたり、あとはやっぱりこうお客さんはやっぱり趣味マジシャンの人よりもプロのマジシャンに来てほしいって多分思ってると思うから、そういった場面ではまあプロマジシャンですっていうことを自分から言うことがあるんだけど、プロっていうのね、あんまりね意識したことがないんだよね。マジックやってて、どうも雰囲気的に、あ、これみんなマジック見たい感じのパーティーじゃないなって思う時があるんですよ。まあまあ年に数回遭遇するわけですよ。そういう時にものすごくマジックでそのパーティーを盛り上げられたりとか、なんかお客さん同士でこうマジックの話題で盛り上がり始めたりとか、なんか帰り際にすごい面白かったよとか言われたりすると、なんか、あ、よし、私今日もいい感じにマジックできて、さすがプロだなって思ったりはするかな。はい、そんな感じかな。あとね、こんな質問もあったんだよね。マジシャンはプロテストあるんですかみたいな質問もあったんだけど、基本的にもうね、マジシャンって資格とかないから、プロって名乗ったらプロなんですよね。だから誰だってプロって言えちゃうの。あと私はね、マジック始めた1ヶ月後にもデビューしてるから、1ヶ月後ですぐにもうお金をもらってマジックをしてたから、そうするとお金を もらった時点でプロになるとなれば、まあ、そこがまあプロデビューになるのかもしれないんだけれど、自分がどう思うかよりもお客さんとか見てる人にプロだねって思われたらいいのかな。プロ意識は高く持ってなきゃいけないんだけれども、見てる側からプロっぽいなって思われちゃいけないっても聞くんだよね。これ難しいよね。マジシャンと話しててさ、なんか、ああ、そうなんだと思ったことがあるんだけど、手さばきが綺麗すぎると不思議さが薄くなるから、できなさそうに見えた方が不思議度が強くなるんだって。なんかお客さんもさ、期待値が下がってる分、すごいことされると、おお、みたいな、できるじゃんみたいな、すげえって思われるみたいな。そうだから、なんかその感じの演出とかも含めて総合的にプロフェッショナルっていうものを考えたいよね。1日どれぐらい練習してるのですか？練習してないんだよな。なんか最近さ、持て余してる時間でさ、パズルをやりたくて、1000ピースみたいなのをやりたくてしょうがない。
いやマジ練習してって感じだと思うんですけど、すごいなんかパズルとかやりたい。プロマジシャンにとって観客にどこを見てほしいですか？素直な気持ちでマジック自体を楽しんでほしいです。これは私か私の周りのマジシャンあるあるだと思うんだけど、マジックのすごい不思議を見せたいっていうよりも、このセリフが言いたいとかがあるんですよ。師匠がコメディマジシャンだから、師匠ってさ30秒に1回笑かしに行くわけ、絶対受けるセリフっていうのがあるわけですよ。だから私もやっぱり自然とその笑かしを求めに行っちゃうタイプのマジシャンで、なんか YouTube とかの動画撮ってるテンションとマジックをしてる時のテンションって全然違うのね。だからなんかやっぱほんと素直にそういうところで笑って楽しんでほしいなっていつも思う。だからマジック成功するよりもみんながケラケラ笑ってくれてる時の方がなんかすごい嬉しかったりするかな。もちろんねマジックの不思議も楽しんでもらいたいと思うんだけど、ステージに立つ側としてさ、お客さん見るじゃん。あの種がああなってるっていうのをジェスチャーでやる人ってものすごく多いのね。何か物が浮いてるとして糸なんじゃないとかっていうので、なんかこう感づいた人とかちょっとマジックの種を知ってる人って隣の人とかにこうね、あれはああなってるんだよとかってすぐ伝えようとするの。だからそういう人って何百人とかいても分かる。マジシャンにとって観客にどこを見てほしいですかって感じで、私が観客のどこを見てるかってようになっちゃったけど、そうで別に私はその種がああなってるこうなってるっていうお客さんとかを別にこう嫌かって言われると別にそうでもなくて、なんかマジックに興味を持ってくれてる時点ですごく嬉しいから、それがどうのこうのってわけじゃないんだけど、逆にすごく目立つんだよねっていう謎の返答になっちゃった。くだらないマジックもねケラケラ笑って楽しんでほしいです。クラシックパスの小指を突っ込むゲットレディーを行うタイミングをお聞きしたいです。まずクラシックパスができない、逆に聞きたい。マジックをうまく見せるためにはどうしたらいいですか？たくさん演じてたくさん失敗して頑張る、あとはやっぱ動画とかがいいんじゃないかな。自分が思ってるよりやっぱ動画で見るとあってなる、すごい学びになると思う。なんかスマホとかでもね自分の演技を録画してみるといいかもしれない。まあでもそれはテクニックの部分だけどね。トークに関してはもうお客さんとの掛け合いだから、これこそもね現場でやった方がいいからこそ誰かしらにね見せたりする。今だったらね SNS を通じてちょっとライブ配信して見せてみるとかね、いろいろなんかやるといいかもしれません。なぜマジシャンを目指したんですか？なぜ、もうね本当にね師匠のおかげですかね。からくり先生、からくり師匠のおかげですかね。シエルさんの声って面白いですよね。なんかさ声がコンプレックスなの。緊張したり、あとなんか頑張ろうっていうのが出るとものすごく高くなってくの。どんどん高くなってくの。特にマジックショーの中やばい掴めてないぞっていう時ほどすごいね声のトーンが高くなってくの。でもそれと同時に自分がノリに乗ってると声が高くなってくんだけど、これねわざとやってるってよりもね、なんかもうねコントロールが、ね、できないんだよね。コンプレックスだったりする。たまに低い声で落ち着いて喋ってる時の方がマジック的に掴めたりもするのよ。そうで一回これさカラクリ師匠にさ相談したことがあって、そしたらね師匠はいつも言ってた、頑張って変えなくていいですって言ってた。あと声がでかい、これは仕事柄はいいと思う。たまにマイクがね全然音拾わない時とかあるからいいんだけど、普通の時はうるさく感じちゃうのと、マイクが結構いいものとかだとお客さんもうるさいって思っちゃうから、そうそれね結構気をつけてます。声が高くてうるさい、そうかな。というわけで皆さん今日も動画を見てくれてありがとうございました。動画が面白かったら高評価、そしてチャンネル登録よろしくお願いします。それではまた。